ビスさんからですね、まあ、輸送品質の向上という、まあ、要望というかですね、まあ、いわゆる安全なんですけれども安全第一というところを求められておりまして、まあ、我々としてはその運航上の安全それと作業面での安全とそういった部分を新しく改善するものないかなというふうに模索をしていたところで、やってみようかと結果が出ますんで診断結果をもとにですねここがちょっと足りないねとかこれ昨日よりだいぶ良くなったねとかそういったところが見えるんで皆さん本当にそれを参考にしながら次の日にまたそこを意識ながら走るとそれで走った結果が伸びてればお伸びだねとかっていうことを周りの乗務員さんたちと一緒に話し合ってるところとか見ると本当に相乗効果があっていいもんだなというふうに思いました。安全面って言ったらいつでも見られてるというのが感じられますね。何かあってもすぐ対応してもらえるという安心面はあります。数字として出るので自分が思ってたよりもうちょっと車間距離を取った方がいいなとかそういうところで具体的にもっと分かるようにはなりました。多目的ディスプレイと呼ばれる車載機を通じてお客様の車両のコンディション情報や燃費の情報などリアルタイムにサーバーに送っています。それらの情報を集約分析して遠隔車両診断の仕組みである安心稼働サポートや省燃費診断のエコレポートのように情報をサービスという形に変えてお客様に提供するそれが UD インフォメーションサービスです。車両の燃費性能を最大限引き出すために最適な省燃費運転の音声アドバイスを流しています。また運行後につきましては月に一度省燃費の観点からデータを分析しましてエコレポートという名称で省燃費診断レポートをお送りしています。エコレポートでは運転項目別に評価しておりますのでドライバーさんの癖や改善ポイントが一目で把握できるようになっています。万が一の車両トラブル発生時お客様の車両から車両のコンディション情報がリアルタイムに送られてきますので弊社の販売店では現車を確認しなくとも大体の車両の状況を知ることができます。お客様の車両の番地まで分かりますので非常に大幅な時間短縮につながっています。まず燃費についてはですね日々データを取っておりまして確実に上がってます。省燃費運転エコドライブっていうものを推進することで安全運転にイコールでつながっていきますんで当然安全運転すれば事故も減りますから僕らにとってはそのエコドライブ省燃費運転とそれをどんどん推進していくということをこれからも取り組んでいきたいなと思っています。